トムロフトのレース場と飼育日誌ハタと一緒に遊びましょうおはようございます十一月十八日水曜日の朝です今日の空模様です今日は昨日一昨日みたく雲一つない快晴というわけじゃないんですけども、えー、晴れの いい天気の日になりそうです急車の中の気温も10度ありましてこの時期としては暖かい朝になってます今日まで社外をやめて鳥は急車の中で休養させたいと思いますハトさんおはようございますおはようございます 今日の棚の上の位置話、肺のオスですね。これはね、910っていう鳩なんですけども、200キロレースの時に、2番目に帰ってきて、ぐる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 回って、入社の悪かったハトです。300キロは、ト屋の状態があまり良くなかったんで、 え、参加させませんでした。今度のレチナル300キロこれに参加させようかな。なんて今思ってます。この鳥は300キロ翌日に帰ってきた鳥です。なんかこう足をこうピコ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 やってるでしょ。これかわいいみたいなんですけど、これやってる？鳩は次落ちます。疲労が多いとこういうなんか足をピクピクさせることが多いようです。 今日はレースが行われて翌日から3日目になりますんで、えー、今日まで社外をやめて鳥は急車の中に留めます、えー、これから天気いいので水浴びをさせたいと思います水曜日ですから水浴びの日ですよねそれと明日はニラを与えて えー、少しずつコンディションを戻す形の努力をしたいなと思います連盟へのレジナル申し込み日は今週の土曜日21日になりますこの時に、うん、何番申し込むかなと今まだ悩んでます具体的には3番にしようかなまたは4羽にしようかなというところで今迷ってる最中です もう少し、えー、連合会の締め切りが金曜日なんで、明後日までに結論を出したいなと思います。まあどちらにしても帰ってきた後全部っていうほど元気なうん状況ではありません。来年の春まで鳥を温存したいという気持ちでいっぱいの 今の心境です今日はこの辺でこのブログ終わりたいと思います本日もブログにお越しいただきありがとうございました翌日帰ってきた後の鳥、えー、疲労してるなあっていうのはよくわかると思いますこの鳥が1日でも早く疲労が少しでも抜けてほしいなとそのためのいろんな工夫をしていきたいと思いますまた次回もよろしくお願いします失礼します